ったか、みんなどんな勉強したか。もし分かんない人がいたらね、 BW のね YouTube 見てよ。そうすればね、こういうお勉強したんだけど覚えてる？ハサミあったかな。あっこさん申し訳ない、あったか。いい、ちょうど反対側の同じ図というお勉強しました。それはどうするかというと、こうか紙があって、そしてここで、2つに切ります。こうして、昔ね、こういうふうにニコニコ笑ってね、それで切り紙をする人がいましたね。あ、それでなんか形作るんだ。半分に切っても、カブトムシ、カブトムシに見えるか。恐竜に見える。恐竜、人、分かった分かった。これ何だろう。実はこれは女の人でした、ね、この図を見てほしいのはね、ちょうど右とね、右と左とね、ちょうど反対側で、ね、反対向きで同じなんですね。で、2つに合わせるとぴったりと重なります。こういう勉強したの覚えてるか。覚えてる。じゃあごめんなさい、この顔はどうだ。覚えてる。どう、覚えてる。ダメ。じゃあこの顔どうだ。ダメ。この顔どうだ。遅そう。あ、これいいね。右と左、右と左、反対側からで反対向きです。じゃあこの顔どうでしょうか。ダメ。じゃあこの顔どうでしょうか。ダメ。これダメか。鼻がちょっとね、合ってませんね。これはどうでしょうか。いい。これいいね。じゃあこの顔どうだ。ダメ。見てるとダメだね。じゃあこの顔とこの顔どうだ。ダメ。じゃあこの顔とこの顔どうだ。ダメ。この顔どうだ。オッケーか。これもこうそういう勉強したね。で、木もね、木の影も実はね、上と下ね、反対向きでね、同じ形なんですよ。これいいか。影、この影はおかしいね。おかしい。影はこうか、こっちだな。ちょっと先生忘れた。で、木はこんな影できません。この影どうですか。いい。この影どうですか。この影どうですか。お父さんがこんな影になってしまいました。ということはありえませんね。影はね、実はね、反対側で反対向きの同じ形になるわけですね。こういう勉強しましたね。それからこれもずっと反対向きです。反対側で反対向きの字があります。例えば、そう、これ A は半分こう広げると何ですか。 A、 ちょっと発音悪いな。 A、 A、 A って伸ばさないの。 A、 A、 I、 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 I、アイ、僕アイ、アイって知ってんだよ。B、 B、 になっても B、 B、 そう、 B もね、上と下がね、反対向きで反対側の絵ですね。 C、 で、これは C、 C も反対向きで反対側の絵です。 C、 図です。 C、 変なの。変じゃないよ、これ C はそうだもん。 C は、じゃあ D はどうでしょうか。 D、 D も反対、英語ってそうしてみるところ反対側の人が多いんだなね。E もそうか、E もそうだな。ああ、これ、これあんまり見せたくないけどね。ラブラブハート。ラブラブハート。心臓だ。心臓か。心臓はじゃ、これもそうだね。あ、これ違うわ。これどう？これとこれ反対向きで同じ形か？うん。ちょっとずれてますね。ちょっとずれてる。これはどうでしょうか？合ってる？反対向き、これ合うね。ぴったり、ここの折り曲げた時にね、ぴったり重なるってことは反対向き。これはどうでしょうか。ダメ。これは見た感じわかるね、ダメってね。それでこの蝶々はどうでしょうか。いい。この蝶々いいね。いい。よし、この蝶々どうでしょうか。いい。いいか、これ。ほんと、ほんといいわ。これはいいわ。じゃあこの蝶々はどうでしょうか。ダメ。これダメですね、どうもね、合いませんね。これは反対、これはどうでしょうか。ダメ。これわかるか。反対向きで合ってませんね。よし、というお勉強をしましたね。で、先生が飛行機を作りました。誰だ、大きなあくびしてるやつは。この野郎、受け止めろよ。キャッチボールだぞ、お前。いいか、ふりー。あくびしたらね、ボール投げつけられるの。こう、おお、おお、お前硬いな。この飛行機飛ぶでしょうか、飛ばないでしょうか。飛ばない。おかしいね。でもね、必ずしもそうでなくても飛ぶ飛行機もあるんだよ。
ね、この前これはどうでしょうか。飛ばない。これはどうでしょうか。飛べる。これ飛びそうだな、なんか速そうだな。これはどうでしょうか。飛ばない。飛ばない。じゃあこれはどうでしょう。右と左、こう折り曲げた時にぴったり重なるか重ならないかってことなの。重ならないっていうの。これは重なりませんね。丸の位置がおかしいですね。これはどうでしょうか。重ならない。これはどうでしょうか。これはどうでしょうか。重ならない。というのを勉強もしましたね。覚えてる。じゃあお顔ですが、右と左2つ乗った時に重なるでしょうか、重ならないでしょうか。重ならない。ここが違いませんね。これはどうでしょうか。重ならない。重なるというか、もう色がちょっとね合いませんね。本当はまあ色はいいにしたいんですけどね。これはどうでしょうか。重なる。これは重なりますね。ということは右と左は反対側で反対向きの同じ形となります。これはどうでしょうか。ダメ。これもダメでしたね。覚えてる。これこんな形の勉強もしたね。右と左、これはどうでしょう。重なりますか、重なりませんか。ダメ。これはどうでしょうか。ダメ。これはどうでしょうか。いい。これいいね。これはどうでしょうか。ダメ。ダメですね。これはどうでしょう。これね、よく見てよ。2つにこう、折り曲げた時に重なるか重ならないかってことでしょ。重ならない。その重ならないって、そういう言い方じゃなくてさ、重ならない言ってごらん。重ならない。いつからその浜松として重ならないって言うようになったの。言ってない。昔言わなかいよ。本当言ってないよ。言ってない。言ってじゃない今。重ならない。言わなかった。先生トイレ行ってこい、早く行ってこい。元気でな。交通事故に気をつけるんだぞ。いいか、横断歩道渡ったけど手あげるんだぞ。あの人ね、トイレ行くんだって。とうとう飛行機の切符持ってるか。飛行機乗って行くんだろ。飛行機何言ってんの。新幹線で行くのか。トイレ。あ、トイレか。僕トイレっていう国へ行くと思ったの。笑っちゃダメよ。トイレの国ってすごくいいとこなんだよ。だいたいね、トイレの国行くでしょ。みんなね、行くときはね、苦しそうな顔して行くので、帰ってくるとね、ニカーッと笑ってね、爽やかな顔で帰ってくるからね。そんな国ない。いや、見ててごらん。すっきりとしたね、明るい顔で帰ってらっしゃいますから。みんな帰ってきたら手叩いてあげて、おかえりって言って、はい、用意して、手を叩く準備してください。あと10ぐらいで帰ってくる。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あれ、あのね、トイレの国もに、あ、はい、おかえり。おかえり。ほらね、スッキリした、いい顔してるでしょ。いい顔してないけど。いい顔してるよ。してない。ねえ、スッキリしたか。大丈夫。皆さん、トイレは勉強中に済ましましょう。これどうでしょう。傘なりますか、傘なりませんか。傘なりません。まだだ言ったじゃん、誰か言ったな。言ってないよ。言ったよ、今。傘なんないって言って。傘なんない。ほら、あんただ。傘なりません。じゃあこれは傘なりますか、傘なりませんか。傘なりません。嘘。これは傘なるでしょ。これ傘なります。じゃあね、これとこれは、お、ちょっとめくれなくなっちゃった。これとこれは重なりますか、重なりませんか。重なりません。重なりません。これは重なりますか、重なりませんか。重なります。そう、今重なりますと正しいね。これとこれは重なりますか、重なりませんか。重なりません。これは重なりますか、重なりませんか。重なります。よし。そこで、私が言いたいのは、ちょうど反対側の反対の位置にある、字は何という字でしょうかって。8、ちょっと見にくいかな。いかにもいいか。1、2、3、4、5、6、11、12、13、14、15、16、21、22、23、24、25、26。これ31、32、33、34、35、36、41、42、43、54、55、56。じゃあ A はどこでしょう、これ。はい。いいよ、いいよ、言ってごらん。何？72だな。ちょうど反対側のところにあるところね。じゃあ B はいくつでしょうね。65。
おお早い、あなた目いいね。65なんです。こんな近くの先生見えない時あるのよ、これ43。何 C はどこ43。そう、じゃあ D はどこでしょう。35。正解。 E はどこでしょう。21。 F はどこでしょう。16。ピンポン。 G、 G はやめとく、嫌いだ。 3D。 いや、もう G は GG だから嫌だ。ひらがなでもね、反対向きのね、字があるんだよ。これでもこれどう？いいの？ダメ、長い。こうするとこうだよ。だからいいことなのね。いいこと。これはどうでしょうか？合ってる。いい？これはどうでしょうか？ダメ。これはどうでしょうか？いい。あれ、二つもあったか、答え。そういうことはないはずなんですけども。そこで先生は、ちょうど反対側の反対向きの絵を作ることにしたんですけども、これはもう今日はちょっとごめんね、作らない。今までの勉強の復習ですから。あ、これね、これやったことある。あったね、幼稚園で。覚えてる？幼稚園で。え、あ、僕は幼稚園でやったことある。そういうことあんまり言わない。幼稚、幼稚っていうのは、幼稚っていうのに人をバカにした言葉なんだぞ、知ってるか。幼稚園って言ったな。幼稚園でも幼稚でも一緒でしょうが。もうちょっとそれ大人になれば幼稚園行けるから安心しない。幼稚園、幼稚園、幼稚園っていうのはね、その先生のようなね、かっこよくて賢くてね、人生の経験に満ち溢れて、そしてなんていうかな、経験が豊富で、知性がいっぱい頭に詰まった人が行くところのことを幼稚園っていうの。分かった？幼稚園。幼稚園はね、昔は2年だったの。でも今2年ってこと考えないな。幼稚園が終わると今度はどこ行かしてる？妖怪語学校行く。妖怪？え、妖怪されるんだ。妖怪語学校。妖怪語学校。あ、話したことない？妖怪語学校はね、5年生まであるの。6年生がないんだよ。妖怪知ってる。妖怪、妖怪と違うの。妖怪語。妖怪語。妖怪語、1年生ぐらいでだいたいね、おしっこうんちができなくなってね、3年生になるとね、うんちはおしっこで遊ぶようになってね。いや、妖怪語学校5年生になるとね、自分のうんちはおしっこ食べちゃうんだって。ほんと。そうでしょ。で、妖怪語学校5年生が終わると、おらは死んじまっただー、おらは死んじまったぞーって天国行くわけ。楽しいよ、君。ゆっくり来いよ。死んだの？あ？死ぬ。死ぬって言い方あんまりしたくないんだな。死なない、死なない。天国行くね。じゃあ死ぬじゃん。そうよ、天国行ったら死ぬに決まってるでしょ。あら。死ぬってことどういうことよ。どっか行っちゃうのか。うん。じゃあ行くなら天国行った方がいいでしょうか、あんた。やだ。なんで。やだ。よし、じゃあ見ててよ。反対側の図形作るよ。反対側、反対側、これ反対側だったでしょ。でもう一回できるの、2回できるのね、これ。ダイヤ、このかダイヤで、これね、正しくはね、名前なんて言ったっけな。七型。ヒヒヒヒヒヒ。え、七型。よく知ってるね、お前たち。なんだって。七型。時々ね、忘れちゃうのよ。ポッと忘れちゃうの。ポッポッポッと忘れちゃうのよ。あんたなんて名前だったところで。うんちゃん。あ、そうか。うんちゃん。え？え？って言ってる名前。あんたなんて名前。モサレオ。え？モサダレオ。え？なんだって？オホホ、オホホくん？オホホ。あんたオホホくんにしなさいよ、名前いいから。まさき。え？バカチン？あんたバカチンで名前がね。これもこうしてやって、こうね。これが星型だ。これ2回あるのもあるのね。で、これがドンドンと、これ反対側にね。田んぼの高。じゃあこれわかるか。これね、これなんだ、これわかるか。迷路じゃない。ほら、目だな。鈴木さん、ささ今見てごらん、作れる高校の問題集がある。君たちが遊んでる時に鈴木さんはね、もう勉強してたんだよ。君わかるか。そして時間を大事にする人はどんどん賢くなるしな。そうでない人はそうでないの。これは何だかわかるか。10。え、10。そう、漢字の10に似てるな。まあ、10とはちょっと違う感じもしますね。ではないけど、漢字の10。漢字の10こうか。漢字の10は、これはなんだ、これは。これはなんだろうね。